ハンダ付けとは、ハンダによって金属を継ぎ合わすこと。また、ハンダで継いだもの。ハンダ付けとも、ハンダ付けとも表記される。ハンダ付けは、ハンダによって金属を継ぎ合わすことであり、下記のツリーで示されるように、漏折の一種ともされる。同じように熱を加えて金属をつなげる溶接とは、溶接は型を使わないものであり。 母材の金属を違う形に変形させて一つにしたものなのに対し、漏雪は母材に染み込んだり溶かしたりはせずに、隙間を埋めることで密着させているだけで熱すれば、また綺麗に外れるという違いがある。漏雪はあまり接合の強度が必要とされない用途に用いられる。漏雪漏付けハンダ、付け磁火で加熱する方法もある。ハンダ付けされる主な金属としては、銅。 真鍮、鉄、およびそれらにニッケルなどをメッキしたものが挙げられる。なお、金属にハンダが付着するためには、表面の酸化膜がないことが条件のため、酸化飛膜が強いアルミニウムステンレスは普通のフラックスでは無効で、ステンレスはそれでも専用のフラックスで接着可能だが、アルミニウムはハンダ自体も高熱で溶ける専用のものが必要で、 普通のハンダでは接着できない。またこれ以外の一般的にハンダ付けできるとされる金属でも、トタン板はヤニ系のペーストでは、表面の亜鉛の膜のみで、下の鉄につかず、塩酸化、塩化亜鉛。鉄も、軟鉄、鋼、工具鋼などはペーストでは、リが悪くリン酸のフラックスを使った方が良い。逆にブリキは、表面が、 鈴のためハンダの糊がよくフラックスなしでもつくなど、フラックスの処置は対象物に応じて使い分ける。ハンダモテによる電子回路のハンダ付け接合された金属と金属の間に良好な導電性をもたらすので、しばしば電線、端子、コネクタ、プリント基板、電子部品類等々等々を接合するために、つまり電気回路や電子回路を作るために用いられている。またハンダ付けは、 ステンドグラス、アクセサリー等を作るためにも用いられている。ステンドグラスのハンダ付け、他、なお、ハンダを加熱した際に出る煙は、毒性があるので、作業中は、部屋の換気をすることや、ファンなどで風を作り煙を遠ざけるようにして、吸わないように工夫することが勧められている。ロー付けも、参照ハンダ、ゴテイトハンダハンダゴテを用いた、 電気回路や電子回路の部品のハンダ付けには、基本的に、次のものが必要である。ハンダごては、適切な熱容量のものを用いる。電子基板用は 15W20W 程度。15W20W のもの一つでとりあえず、大丈夫であるが、もしも太い配線も、ハンダ付けする場合は 30W 程度のものも用意して、それらを用途に応じて使い分けると良い。 2020年現在では、温度調整機能を持ち、ハンダ付けに最適な温度を維持するものが3000から4000円程度で市販されている。糸ハンダとは、糸のような形状のハンダのことで、近年では、矢に入り糸ハンダを用いることが一般的。直径0.8ミ、mm、リメートル程度で良い。なお、無塩ハンダを用いる場合、矢に入り糸ハンダではない、糸ハンダを用い。 液状のフラックスを別途あらかじめ金属部分に塗布する方法もある。なお、フラックスは液体タイプとペーストタイプのものがあり、液体タイプは酸を使用しているので流れが良く、表面が汚れる心配もないが、使用後洗浄しないと錆を生じるため、電気配線には厳禁である。とりあえず蒸気2つがあればハンダ付けは可能であるが、入門書等では次のような道具も揃えておくことが、 進められている。ハンダごてを用いた電子部品のハンダ付けの一般的な手順は次の通りである。予備加熱の段階から糸ハンダ溶かし込みの段階へ移る瞬間。まだ糸ハンダは溶け始めていない。クリーニング、接合する部品の金属部分や基板のパターンの錆油脂などを取り除く。部品挿入、部品のリード線を取り付け穴に合わせて折り曲げた上で、 穴に差し込む。予備加熱、接合する部品と基板の金属部分の両方をハンダ、5手で加熱する。糸ハンダ溶かし込み、加熱させた部分にハンダ5手を押し当てたまま、そこに糸ハンダを軽く押し付けると自然に溶ける。ハンダは水を流したように溶けるので、ハンダが適切な量になったら、ハンダとハンダ5手を接合部分から静かに離し、 動かさないようにしてちょっと待つ。接合した部品の余分なリード線をニッパーで切断する。以上の作業を部品ごとに繰り返す。ハンダが固まりかけの状態で動かしてはいけないというのは、この時に動かすと表面が白変した、白付けという状態になり、通電性が悪くなる上接着性も悪い状態になるためで、電気回路の場合、端子に穴に導線を通したり、 端子に巻き付けてからハンダを流すのはこのためである。なお、リード線や洗剤には、あらかじめ、予備ハンダ付けをしておくと、ハンダが流れやすくなり、うまくつく。プリント基板におけるハンダ付けでは、部品のリード線と基板の同白面に自然にハンダが流れ込み、光沢を有する富士山のような形状を作ると良いと、されている。半導体素子など熱に弱い部品をハンダ付けする場合は、 素子が加熱しすぎて壊れたりしないよう手早く短い時間で行う必要があるが逆に時間が短すぎて加熱不足となってもハンダ付け不良となるので適度な時間を感覚的に得得するためにある程度の練習や経験が必要とされる手順配線用ビニール線の先端の被覆を2から 3mm 剥いておく予備ハンダ剥いて出た銅線にハンダ付けをする 予備ハンダ、ハンダ付けする。相手の端子側にも、ハンダ付けをする。ビニール線の先端を、穴に通し双方を重ねてハンダの手で加熱する。さらに、糸ハンダを当てて十分溶かし込む。ハンダが洗剤と端子の穴の隙間に十分に、流れ込んだら、コテを離し、しばらくして、ハンダが固まり完了。最近では、IC など、表面実装の電子部品も増えており、 また高性能な電子部品では、フラットパッケージ形状になっていることが多い。そして、それをハンダ付けするには次のようなことに気をつけると良い。表面実装の部品をハンダ付けする場合の道具も、基本的には、ハンダご手を用いた、電子回路部品のハンダ付けの節で説明した道具と同じであるが、それに加えて、次のようなものがあると良い。予備ハンダ付けに事前にハンダ付けする。 IC の仮止め。フラックストフおよび全ピンのハンダ付け。ピン管の余分なハンダの除去。余分なフラックスの洗浄除去チップ部品をピンセットで扱い、ハンダ付けする。取り付けるランドの片側にまず予備ハンダ付け部品をピンセットで挟みつつ、上で予備ハンダしたランドにチョンと付ける。反対側のランドと部品をきちんとハンダ付けする。チョン付けした側に戻り、 そちらもきちんとハンダ付けし完了。センサーの微細なハンダ付け工場でのプリント基板のハンダ付けの方法には大きく分けてフロー方式とリフロー方式がある。フロー方式ハンダ層に溶かしておいたハンダの表層にプリント基板の仮面を浸すことによってハンダ付けを行う方法。主に足付き部品とハンダ液面に波を立てる分流式ハンダ層とがある。 粉流式は83年頃からの登場。現在では、フロー方式の粉流ハンダ層もディップ層と呼ぶ場合が一般的。リフローロリフロー方式プリント基板上にハンダペーストを印刷し、その上に部品を乗せてから熱を加えてハンダを溶かす方法。SMT と呼ばれ、表面実装型の部品に用いる。部品の小型化、高密度実装化の進展に伴い、 この方式が主流となり、改良が行われている。アルミ電解コンデ電ンサなどの部品も、小型化、耐熱化が図られ、リフロー方式に対応するようになっている。加熱方法には、赤外線式や熱風式などがある。実際の手順は以下のように行われる。部品の接合する予定部分にハンダペーストを塗布する。通常は穴の開いたステンレス製の型紙状で、 スキージを使ってハンダペーストをしごくことにより必要箇所に一定の厚さで転写を行う。これを自動で行う装置がクリームハンダ印刷機である。塗布された部分に部品を実装する。通常は NC 制御のチップマウンタで行う。基本的には微小チップ部品から実装を行い、QFP 等の大型部品は最後に実装する。プリヒートイコールリフローロの中で 基板と部品を予熱する。予熱の目的は部品への急激な熱衝撃の緩和、フラックスの活性化促進、有機溶剤の気化などがある。本化熱イコールハンダが溶ける温度まで短時間高温にする。ハンダの成分組成により溶融温度が異なるが、鉛フリーハンダの場合高温にする必要がある。高温になると、金属表面の酸化が進行し濡れ性が悪くなる。また、 耐熱保証温度が低くなまりフリー工法には適さない部品もあるので事前に確認が必要である。冷却イコール自然冷却が一般的だが部品への熱ストレス時間を短縮するためにも急激に冷却することが推奨されている。特になまりフリーハンダを使用する場合は火けす発生防止のためクーラーでの給冷が必要。これらのほとんどが自動化化されている。 特に集積度が高く多くのピンを持つ IC では、リードレスタイプのパッケージが多用されている。ブガと呼ばれる IC 側に、ボール状のハンダがあらかじめ形成されたパッケージが使われることがあるが、この場合も基本的にはリフロー方式で行われる。芋ハンダハンダごての温度が高すぎるためハンダが酸化したり、温度が低すぎるなどの原因でうまく接合できずに、 ハンダがデコボコになっている状態のこと。形状や、連度の低い技術者を、芋や芋っぽいことを揶揄して、このように呼ぶ。強度や導通が不十分でワンダ割れしやすく、良くないハンダ付けの代名詞となっている。目玉ハンダの量が少ない、もしくは、ランドと部品足に均等に加熱できていないために、基板の銅箔部分のみに、ハンダがつくこと。部品の足に、ハンダがつかず、見た目が、 目玉のように見えるためこのように呼ぶ。ブリッジ目玉とは逆に、ハンダの量が多く、小手先が摩耗して、太くなった状態で加熱するために、周囲のランドや部品足なども加熱してしまったり、加熱時間が長くなると起きる不良。多く付けすぎたハンダや、長すぎるリード線が不必要な部分にまたがり、ショートしている状態。橋がかかっているように見えるためこのように呼ぶ。 ミスとして起こるものの他に配線作業を簡単にするため意図的にブリッジを作る場合もある。天ぷらハンダ接合する部分の汚れやランド表面が酸化した状態、フラックス量が少ないなどによりハンダが表面だけに付着して接合が十分にできないこと。接合部分から剥がれる様を天ぷらの衣に例えてこのように呼ぶ。老いハンダ蒸気のように ハンダ付けが不十分な状態である場合に、新しいハンダを追加し、再加熱、再接合を行うこと。予備ハンダ、予備水同様に、ハンダを誘うためのハンダ。ケチハンダハンダ使用量を抑えるために、ハンダ用輸送の温度設定を高くしたことで、ハンダの盛り付け量が少なくなり、重量のある部品や発熱する部品の足の部分のハンダが割れてしまったり、 ランドが剥がれてしまうような状態で、経年変化や輸送時の衝撃によって不具合が発生する。数の左側の写真の状態、いわゆる叩くと一時的に治る。という場合はこの状態が多い。東芝製テレビに多く、修理技術者はメーカーが東芝製であることを聞いた時に、ハンダとハンダご手を持ってとりあえず向かう。とか、逆さにすれば治る。 という業界ネタでもあった。ステンドグラスの製作法は何種類かあるが、例えば金属部分に銅テープを用いる方法や、ケームを用いる方法があり、銅テープの場合次のような工程になる。型紙作りガラス切りガラスの周りを銅のテープで巻く銅と銅のンケームを用いる場合、例えば次のような工程になる。型紙作りガラス切りガラスとガラスをケームでつなぐようにして、 面を組んでゆく組み終えた部分の、ケームをハンダ付けケームとガラスの隙間を、パテで埋めるケーム部を硫酸銅で変色、補強材の取り付けとハンダ付け。銅テープを使うにしてもケームを使うにしても、途中でハンダ付けをする工程が入るのである。道具や材料としては、ハンダゴテ、液体フラックス、フラックス用筆、ペーストフラックス、棒ハンダ、ピンセット、安全メガネが必要である。 ステンドグラスのハンダ付けに用いるハンダゴテは一般に80ワット100ワット程度のものを用いる。銅テープを用いる方法の場合は80ワット程度のハンダゴテで大丈夫で、ケームの場合は100ワット程度あった方が良い。コテを2種類持つ人もいる。また、コテを1本で済ませるために100ワットのコテコントローラを選ぶ人もいる。ステンドグラスに用いられるハンダ棒は 直径 3mmX 長さ 40cm 程度の鈴と鉛の比率が6、4の合金が一般的。ステンドグラス用などと表記されて販売されている。ステンドグラスのハンダ付けのことではワット数が大きく、ハンダが外れることはしばしばあるので、目の保護のために安全メガネを着用することが望ましい。テンドガラスがずれないように、 まずガラスでできた図形の頂点と頂点、図形と図形の接触点などに当たる部分を止める。ガラスをずらさないように液体フラックスを天井につける。ハンダごての上でハンダ棒を少量溶かし、小手先に雫状にぶら下げ、その雫を両テープに触れさせるとハンダ付けされる。外周部付近のハンダメッキ本ハンダ。 同テープの表面とその周囲1センチメートルほどのガラス表面にもペーストフラックスを塗布。小手先でハンダを溶かし、そのハンダをテープ状に丸で置くようにしてハンダを盛る。ステンドグラスのハンダ付けは横から顔面を見た時にかまぼこ型に盛り上がっているのが良いとされ、その方が物理的に強度がある。ありがとうございます。